皆さんこんにちは、一品館の清原です。それではね、アナログプレイヤー10万円前後のものね、3モデル聴き比べということで、デュアルの CS429-518 に続いて、オーディオテクニカのですね、ATLP7 こちらを聴いていこうと思います。まあ、前回ね、聴いた時にターンテーブルマットが使わないにもかかわらず使ってたりとかね、ちょっとちぐはぐなことをしておりましたので、今回コンディションも含めオーディオテクニカの方からまっさらのこの ATLP7 をお借りしてですね、聞いていこうと。で、まっさらだとやはりエイジングの問題があって、音がちゃんと出ないかもわからないので、まあ、レコードプレイヤーということであってあまり長時間のエイジングはできてないんですけども、一応レコードの両面をかけてみましたということで、まだまだエイジング不足の感はあるかもしれませんけど、こちらを聞いていこうというふうに思います。ATLP ならですね、一応ですね、だいたい9万円税別前後で売られているレコードプレイヤーになります。マニュアルのですね、ベルトドライブ、外掛けのベルトドライブ方式のレコードプレイヤーで、このモーターが外にあるのと中にあるのとどこが違うかというと、まあ外にマウントしている方がですね、このモーターとこのターンテーブルの間にですね、インシュレーターを入れたりすることができて、まあ、モーターの振動がこのプラッターに伝わりにくいということで、まあ、高価なプレイヤーは外掛け式になっているということですね。ターンテーブルはアルミダイキャストです。ターンテーブルベース、こちらがですね、20ミリアーツのですね、切削 POM 樹脂というものが使われてて、まあ木製のものとハイブリッドになっているんじゃないかなというふうに思いますね。回転はこちらは33回転と45回転のみです。ワンフラッターは 0.08%、 トーンアームはスタティックバランスですけど、 J 字のものがついているので、まあ、一般的なこのヘッドシェルが使えるというところが特徴になっておりますね。で、あとはですね、このアームの高さを変えたりすることができますから、それに応じてこのもちろんアームリフターの高さとかいろいろ細かく調整ができるようになってますので、まあいろんなカートリッジを付け替えて楽しむということであれば、汎用性が非常に高いと思います。で、おすすめのチューンナップなんですけど、これは一応付属のものを使ってますけどね、オーディオテクニカからね、1万円をちょっと超える価格でですね、ATLH11131518 というようなカートリッジが出てます。銀色の金属の塊のやつなんですけど、でこれにはですね、リード線も PCOCC の非常に太くていいものがついてますから、ヘッドシェルをですねプラス1万円ちょっとのものに変えるだけで、このプレイヤーの音は本当に5割とか倍とかもうめちゃくちゃ良くなると思いますから、この ATLP7 だけにかかわらず、まあ、5000円程度のものしか使っていらっしゃらないのであれば、オーディオテクニカの ATLH シリーズですね、これ11、13、15、18というのは重さですので、まあ、適合するこのアームに適合するヘッドシェルプラスカートリッジの重さに合わせて選んでいただければいいかなというふうに思います。はい。ヘッドシェルはですね、これは ATHS10 という樹脂製のものがついています。で、まあ、リード線も最低限のものがついております。で、カートリッジはですね、これは比較的いいものがついていて、 ATVM520EB と楕円バニルを使った、ものが使われています。適合カートリッジの重量は 15g から 20g ということですけども、まあ、これはヘッドシェルを含めての重さなので、だいたい LH11 か13ぐらいのものを買えば、いいのかな、13でいいのかな、多分交換できるというふうに思います。振圧はですね、0から4グラムまでかけれますね。幅が450、高さが157、奥行きが352、重量が 8.3kg。 一応フォノイコライザーアンプの切り替えが後ろにありまして、フォノイコライザーアンプを使う使わない、カートリッジを MC にする MM にするという原因調整、それだけの機能がついております。ではね、早速山下達郎さんから聞いていこうと思います。
べるそんな思い君にはあるかい愛を飾る瞳に揺れる淡い炎それが君への山下達郎さんのね曲を聴いてみましたけども、やっぱり中高域はねすごくやっぱり色彩感も豊かで滑らかで艶っぽいですよね。本当にまさしくねジアナログっていうね音が鳴ってくれたんじゃないかなと思います。でもねやっぱりね中低音はねデュアルの CS429 フルオートの方がですね低音やっぱりすごい良かったですね。これはね 2M レッドとこの VM520 の違いということを考えてもCS429 の低音はすごく良かったんじゃないかなというふうに思いますね。だから今のところこの曲を聴く限り、518はちょっと僕あんまり好きじゃなかったので429とこの ATLP7 は引き分けという感じですかね。でもこの見た目の感じとかこのマニアックなイメージからするとですね、これはやっぱりマニア好みするのはこの ATLP7 なので、他方こうフルオートが使えるという意味でも CS429 と非常に対極的かなと、音は結構双璧なんじゃないかなという気がしましたね。では2曲目パートタイムラバーを聴いてみようと思います。
続けてねパートタイムラバーを聞いてみましたけども、やはりね、CS429 とこの ATLP7 の攻撃はこれやっぱりいいですよね。本当に歯切れが良くてこう突っ込んでくるっていうか、きちっとこうなってきますよね。で低音に関してはやはり、CS429 の方がしっかり、ローエンドが出てたというふうに思いますね。ただこれはもうカートリッジの違いもあるんですけど、ボーカル帯域のですね、まあソノリティというか、こう表情の豊かさはこれはもうこのね、ATLP7 の方が良かったというふうに思いますね、ということでしたね。では次はですね、クラシック展覧会の絵を聞いてみようと思います。はい、テクニカのね ATLP7 で展覧会の絵を聞いてみましたけども、やはり本当にこう破綻しないっていうか、うまくなりますよね。だからね、どこといってこうすごい魅力的だなって思うところはないんですけれども、破綻しているところが一切なくて、
うまくなってるなっていう印象ですね。だからやっぱりね、あの低音もよく出るし、あの中高音も非常によく出るし、楽器が重なったところの分離もいいんですよね。でもね、なんかね、もうちょっと出てほしいなっていう感はありますよね。だから、先ほどから説明してますように、多分この、ヘッドシェルを変えるだけで相当良くなるっていう感じがしますね。もうちょっとこれは、よと出るんじゃないでしょうか。カートリッジも含めね。で、低音に関しては、やはり、この曲を聴いても、デュアルのですね、CS429 フルオートマチックの方の低音の出方っていうのは、これはなかなかやっぱり、って思うぐらい思わされたので、印象的だったので、そこはやっぱりデュアルの CS429 良かったんじゃないかなっていうふうに思います。では次はね、ジャズボーカルを聞いてみようと思います。Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me.While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just seeingSweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss.Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me.はい、アンパントーさんのね、ボーカルを聴いてみました。今回ね、この ATELP7 の新品から、聴いていってるということで、今聴いている間でもどんどんやっぱりね、ちょっと良くなってきてる気がするので、特に中高域の滑らかさとか、表情の豊かさとかは、良くなってきてるので、エイジングが進めばもっと良くなるんじゃないかなって気がします。で、今の曲だとやっぱりね、ウッドベースの存在感がもう少し強い方が僕は好みなんですけど、低音もちょっと出てくれたらいいなっていう感じですね。で、その点もやはりヘッドシェルの交換で相当改善すると思いますので、今回ちょっと手元にね、適合するヘッドシェルがないので、それはやらないんですけど、まあそういったことを取り組んでいただければ、まあ非常にこう、使い勝手がいいとかね、こう使い込みの楽しさもこのプレイヤーはあるんじゃないかなというふうに思います。では最後、井上陽水さんのワインレッドの心を聞いてみようと思います。はい、井上陽水さんのね、ワインレッドの心を聞こうかなと思ったんですけれども、ちょっと思うことがあって、今アームのですね、後ろの高さ、工場出荷よりもわずかに1ミリも多分高くしてないと思うんですけど、わずかにちょっと高くしてみました。アームがね、こう後ろが高い低いでね、ここの針がですね、レコードに当たる角度がこう微妙に変わるので、結構これ音が変わるんですよ。なのでですね、だいたい後ろ下がりになってるとあんまり良くないです。水平か若干後ろが上がってるぐらいの方が音がいい場合が多いので、今ね、水平、多分工場出荷だ
階が水平かね、もしかするとほんの後ろ下がってたかもしれないんで、今ちょっと水平か若干後ろ上がりの状態に、あのアームの高さを調整してみました。これでもね、あのもう一度あのアンバートンさんのですね、ドリーマリトルオブミーをね、聞いてみようと思います。Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in a sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me.While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just seeing this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss.Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of, dream a little dream of, dream a little dream of me.はい、いかがでしょう。このね、あの後ろのね、あの大きなリングをですね、回すことによって、このアームの高さが調整できるんですけど、これメモリがついてたんで、僕今ね多分ね一メモリか半メモリぐらいしかあの高さ変えてないんですけど、やっぱり随分音が変わりましたよね。やっぱりこういうことも含めて、やっぱアナログっていうのはちょっとしたあの工夫でですね、どん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 音が変えれるっていう楽しみ、これはデジタルにはない楽しみなので、アナログっていうのはね、音がいいというだけではなくて、オーディオのやっぱり楽しみを広げるという意味でも、見直されてというか、あのオーディオのね一つの、 あの方向としてあのあって、しかもまたそれが復活してきてるっていうのは、私にとってもとてもあの嬉しいことだというふうに思います。ではね、今度こそ最後ですね、井上陽水さんのワインレッドの心を聞いてみようと思います。今以上それ以上
今回ねベルトドライブのプレイヤー10万円クラス3モデルを比べてみましたけども、それぞれにね味わいがあって面白かったと思います。またこの非常に簡単にこのアームの高さを調整できたり、ヘッドシェルを変えたりカートリッジを変えたりできるので、アナログの、価格的には9万円ということで、我々のハイエンドのものからすると入門っていう価格になりますけど、でも本格的にいろいろとねアナログを楽しむことができていいんじゃないかなと思います。逆にねスピーカーアンプ含め高価な機械をお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、高い機械っていうのはねやっぱりアクセサリー1個買えるにしても大ごとというかお金もかかるんですよね。でもサブでこういう簡単なシステムを持っていらっしゃれば、スピーカーケーブルを変えるにしてもそんなに高いものじゃなくても音がすごい変わるし、アナログに関しては今みたいにアームの高さ変わるだけでも変わるし、あとはヘッドシェル、リード線、
もちろんカートリッジで、このついてるカートリッジの、520EB かな、これはあの針先を交換するだけで本体を変えることなく、針先形状を変えるだけで音を変えることもできるので、あの本当にデジタルシステムの高いやつだったら何十万もかかるようなことが本当数千円数万円で、それ以上に音 の, あの変化が楽しめる。で、音の変化を楽しむことによって自分のスキルも上がり、自分の好みの音も分かっていくということで、あのオーディオのね、あの楽しみを追求するというか、よりこう深くオーディオと関わっていくために、こういったあのアナログシステム、特にあのこのオーディオテクニカの ATLP7 は最適なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではね、あのアナログの聴き比べは終わりまして、次回はですね、このネットワークプレイヤーとこのプリミアアンプを使ってですね、スピーカーもこのままで、スピーカーケーブルの音の違い、それから RCA ケーブルの音の違いったところをですね、YouTube で取り上げてみようかなと思います。ではまた次回もよろしくお願いいたします。